疲れ様です。井上です。編集者としてもうちょっと成長してみよう企画の34日目です。今日はトランジションの中でもリゾルブとリップルの15種類をすべて確認できるような動画を作ってみたいと思います。元にする動画の素材はいつもの被写体です。再生してみます。